どうも、タクノミバタケヨです。今日もよろしくお願いします。今日は、スコッチじゃなくてこちらを飲みます。カナディアンクラブ12年です、カナディアンクラブ CC ですよね。まあ、一般的な CC は1000円前後で売られてますけど、それの上位版ですね。普通のあの CC がだいたい6年熟成らしいんですけど、こちらはその倍の12年という熟成をしたカナディアンクラブです。で、先日ね、アイリッシュやったんで、まあ、アイリッシュやったらなんかカナディアンもやらんとなと思って、カナディアンをねやろうと思ったんですけど、カナディアンクラブ自体は以前やってるんですよ。同じのやるのもなんだなと思って、じゃあ僕も飲んだことないんでカナディアンクラブの12年飲んでみようかなと思ってこれにしました。まあ、あのカナディアンといえばやっぱりあのスムース、ライトっていうイメージがつきまといますが、まあ確かにあの CC もそうだったんですよ。だからこの12年がどうかっていうのもね気になるところです。それで、カナディアンクラブっていうかカナディアンウイスキーの、まあ、有名どころはもうほとんどこの CC ですけど、まあちょっと製法が、他と違うっていうのは、トウモロコシを原料としたベースウイスキーっていうのを連続式蒸留機で作ってますね。その他にフレーバリーウイスキーっていうのを、混ぜて作るんですね。でフレーバリーウイスキーっていうのは、まあ、小麦とかライ麦とか大麦とか、を原料に、連続式蒸留機で蒸留した後にさらに短式蒸留機で蒸留するもの、それと連続式蒸留機で徹底的に麦類っていうふうに書いてありましたけど、まあいわゆる穀物ですね、これを連続式蒸留機で、蒸留したもの、まあグレーンウイスキーですよね。これをバッティングして、樽詰めの前にもうバッティングした状態で樽に入れると。だからベースウイスキーはベースウイスキーで樽詰めするとかそういうことはしないわけです。で、大体ベースウイスキーの割合が 88% ぐらいと言われてますね。だからまあコーンの割合が多いんですけど、まあそのコーンだけだと連続式蒸留機なんで相当あっさりしてるらしいんです。そこにフレーバリーウイスキーを加えることによって独特の味わいを出すということだそうです。まあ、そこにフレーバリーウイスキーを加えることによって独特の味を出してます。で、まあ変わったところでは、9% ぐらいまで、この中身がですね、カナダ産以外のものの、混入が許されてます。これは法律で OK ということになってらしいんですけど、ですから主にやっぱバーボンが使われるらしいんですけどね、まあ、お隣で近いですしね、まあそのバーボンをね、ブレンドしたりとかもしてるものもあるようですが、まあ基本この CC はあのベースウイスキーとフレーバリーウイスキーでできているようです。はい、では開けます。はい、ではストレート入れました。色合いは濃いです。シェリーかと、シェリーになるかと思わせるぐらいの色合いしてますけど、これはやっぱりバーボンですね。これの表にも書いてあるんですけど、ボトルのヘビーチャーしたバーボンバレルでって書いてあるんで、やっぱりバーボンバレルを新たにチャーしたのかな。かなり樽の色が出てるんだと思います。ではまず香りから、バーボンっぽい甘さの、香りがしますね。樽由来のやっぱりバニラ感と、やっぱコーンだなって感じです。いただきます。
アルコールの刺激はそこまでない感じですね。40% ですね。成分表示グレーンモルトになります。まあ、モルトの割合が少ないんでね、やっぱり味わい的にはバーボンに近い感じがあります。でもね、バーボンからバーボン特有の溶剤感、あれを消した感じですかね。味わいはやっぱライト&スマ、ああこれ余韻がスパッと切れます。ライト&スムースで余韻はもうスッと消えていく感じ。そして、味わい的にはやっぱ穀物の甘さかな、バーボン的なやっぱコーンでしょうねの甘さがきますね。バニラ香もしっかり効いてて、ウッディな樽感があります。これは、そのうちね、通常版のレギュラーの CC と飲み比べもやってみたいですけど、だいぶ異なるような気がします。こっちの方が味わい深い、はい、ではちょっと加水してみますね。はい、では加水しました。甘みが、香りが広がります。加水すると飲みやすくなって、ほのかに、これは何だろうな、ほのかにフルーティーな感じが、フルーツフレーバーがきますけど、そこに持ってきて、これはあれですね、やっぱ CC のレギュラー品より、まあ、上位互換、上位クラスっていうのが分かる感じですね。スムース&、ソフトっていうところに加えてコクがちょっとあります。ただしやっぱり余韻はスッと消えていく感じですね。やっぱスコッチとかとは全然味わいが違います。はい、どっちかといえばバーボンに近いかなと。バーボンの溶剤感がない感じですよね。甘さだけ取ったような、なんか、そしてライト&スムースこの辺が面白いですね。はい、ではロックを飲みます。はい、ではロックはワンショット入れましょうかね。色がね、やっぱ濃いですね。まあそのさっき言ったバーボンバレルのチャーした、ヘビーチャーしたバーボンバレルの影響はあるんでしょうけど、着色もしてるんでしょうね。なかなかね、ここまで色が濃いのは、濃いのはあんまりないかなと思うんですけど、なんかちょっとブランデーみたいな、はい、ではロックです。いただきます。あー、ロックになっても甘い、いい香りがします。ターな感じはそんなには加わらなかったです。若干きましたけど、それよりも甘みが増した感じですね。バニラの甘さが特に増したような感じがあります。美味しいですね。なんかライト&スムースな上にしっかり甘みとか樽感が乗っかってるんで、まあ確かにレギュラーの CC よりは、ああもう1000円出してこっちを買った方がお得なのかなっていう気はするぐらいの味です。ライト&スムースでスッといきたい方はレギュラー品でいいと思うんですけどね。ではね、これもハイボールにしてみたいと思います。はい、ではハイボールもワンショット入れます。このこちら見て、コルクがめちゃくちゃ硬いです。相当締まりがいいです。はい、では CC12 年ハイボールいただきます。
うん、すっきりして、ああでも甘さがあって、あこれハイボールは美味しいですね。うん、で、少しスパイシーさが出ました。なんでしょうね。うん、あのバーボンダルカンの甘さと、うん、そして CC 特有のこのスッキリ感、ライト&スムースさ。っていうのが両方相まってなかなかいいハイボールだと思います。食事の邪魔もしないと思います。結構何でも合わせやすいかなという気がいたします。うん、はい、ということで今日のお宅の岩竹はこちら、カナディアンクラブ12年を飲んでみました。以前ね、カナディアンクラブのレギュラー品はやってますんで、まだね、動画始めたばっかりの頃で、うまく喋れてないと思いますけど、まあ、よろしかったら見てください。今度ね、飲み比べやります。まあ、これについては、レギュラー品のやっぱり上位互換とか、やっぱ12年熟成なだけあって、しっかり樽感、甘さっていうのが、出てる、なかなかにいいウイスキーじゃないかなと思います。で、バーボンダル由来のバーボン感がある甘み、そして、微妙なスパイシー感がありますね。で、後味はすっきり消えていくライト&スムース、なかなか面白いウイスキーだなと思います。おすすめの飲み方は、僕はロックが良かったかな。ロックが甘さがよく出てて、飲みやすかったと思いました。まあ、皆さんもどっかで見かけたら一杯飲んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで宅飲み場竹尾、毎日こうやってウイスキーで遊んでおります。いろんなウイスキーあります。ウイスキー以外もたまにあります、はい。でもほとんどウイスキーです。ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録、 Facebook フォロー、 Twitter フォローしていただいて、一緒にね、お酒飲みながら、酔っ払いながら見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日の匠バーはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。